すごいストイックで、役者のだけでスタッフの状況も把握してますからね。そうです、ベビーファーストでね、あとこの物を渡すときに、すげえ。僕はもうワイナリーでもひどい目に遭いましたから、足をブヨに15箇所刺され、たまたま控室に入ってきたかけられ、ギュッとした集中力 でやっと言えたと思ってふっと安心したらね、あの気絶してしまうんです。寝てんだよそれ。あ、気絶、気絶、気絶したわけないわはい、まあ、3年ぶりといっても会った瞬間からもうあの世界に戻るっていう感じで、なんか戻ってきたなっていう感じで楽しくやらせていただきましたね、はい、最初は緊張しましたよね。めちゃくちゃ緊張しました。やっぱりこの3年ぶりの撮影の初日とかは、めちゃくちゃ緊張しました。めちゃくちゃ緊張しましたけど、セリフ飛んだりしたもんね。全然言えなくなっちゃったし。いや、そうなんですよ。でもやっぱりこう徐々にね、なんかあの空気がなんかそうだん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 ね戻ってきた。だからブランクっていうよりはなんか緊張は、この現場に対する緊張です単純に、はい、はい、たくさんありましたね、やっぱりね。僕はもうワイナリーでもひどい目に遭いましたからまずズボンを履いて靴履いたら両方とも紐がちぎれたんですよ、靴紐が、これは何かあると思ったら ねもう足をブヨに15箇所刺され、たまたま控室に入ってきたスズメにはうんこをかけられ、本当にあれ何だったんだっていうすごかったですね、あのロケのあのパートだけすごかったですね、本当にあの広めのレストランみたいなところを控室でお借りして、でたくさん演者があの休憩でその場をお借りしてて、みんないましたからね、今日入れたような。で急にスズメがふわーって入ってきて、ツバメね、ツバメね、ツバメがこう2周ぐらいしてジンさんに糞をかけて出てったんですよね。で手にかかったと思ったら衣装にもついてて、ね、また衣装さんにも怒られて食べこぼしじゃないのにね、僕も動いてなんか逃がそうとしてるし、とりあえず慌てて逃げてるしみたいな感じで両方動いてるのにピンポイントでパンパンってこうついてたんですよねあの大好きな丼じゃないですか、丼1位、 あなたの好きな丼、自分のベストの丼を言い合うっていう合間にね、丼で、まあ、野球チームやるなら4番何だみたいなとか、でもランキングでしたよね今回 ね、はあ、あのフルーツのベスト9を決めるみたいなとかしょっちゅう昔からやってて、今回もそのワイナリーの待ってる間に丼何だっつって、えババ丼何丼っつってたっけ。私うな丼、僕は、ウニ丼、ウニ丼、ウニ、あと甘エビの丼もいいんですよね。甘エビ美味しい。でもちょっとしつこいとすると鉄火丼、これも海鮮丼でいいんじゃない。海鮮丼でいいんですよ ねずっとです。あ、そうそうそう。そしたら平田さんっていうね、あの映画版出てるでっかいおばちゃんがね、そぼろ丼って言ったんだよね。そぼろ丼って言いました。そんなわけねえだろうと全員で余った丼ある中、カツ丼だって天丼だってありますよ、牛丼だってあるのに何がそぼろ丼だって言ったらずっとそうだからなんでそぼろが1位なんだよって言って、みんなで結構どうでもいいのにちょっと揉めるっていういいじゃん好きなんだからって、許せない、そぼろ丼1位は許せないっつってね。そう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 、だから本当に親戚の集まりみたいな感じですそうだね、ね、くだらない、くだらない気兼ねない話をできる環境でした、その間にも西島さんはずっとお菓子食べてるんです、ね、食べてましたね、カシャカシャカシャカって、そうすぐお腹が空いちゃうって、ね、あの体を維持するにはね、確かに代謝がすごいんでしょうね、まあ、僕ら3人組で浮くことが多いのでそうなんですよね。山木さんはこのシーンはこうだからこういう風にしようとかね、結構細かい本当にセリフのないところとかでも方針を決めて面白く映るようにっていうのを演出してもらってますね、いつも、3人のとこ特にね。そうですね、なんかこのうまく掛け合えるように3人のシーンをなんかこの例えばね声入ってないところでもこのどう動いたらどう映るか、やっぱりこの脚本演出も普段されてる方なので、どこにどういてどうセリフも短くどうやったらどう入り込めるかみたいなのをね、常に教えていただいてました。なんかあと自由に何でも言えるシーンとか、あの監督がね、じゃあここで自由に言ってくださいみたいななんか言って、でそこでじゃああそこに俺をこれをこう足すからここでこう足していこうかみたいな、なんかこうどんどんこう広がっていくみたいな、この思いつきが分厚くなっていくみたいな、どんどんね、アドリブで終わらないというかね、そこさ、あと本当に 0. 何秒のところにポンって入れるのうまいよ ね。そうですね、あらすごいと思いました、そうですね、基本そうですけど、そうですね、今回はもう映画なんでやりたい放題な感じで、ね、やりたい放題でしたね、本当に
もうなんか撮影してるのか控え室にいるのか分かんないぐらいずっと同じ、うん、もちろん真剣なシーンもありますし、うん、あの台本もありますからね、台本もありますけど言わなきゃいけないこともちゃんとありますからね、うん、でもなんかこうもう役とかじゃない、もうずっと本人がなんか話してる感じ、うん、本当だから弁護士としてパラリーガルとして本当にいる感じの空気感でしたよね、うん、あ、前室とかの前室とかも、うん、もうなんかずっと似ている、似ている、もう何もって感じですね。なんかその現場でのなんか失敗というか、なんかこうあたふたしてるのがそのまま明石にこう移行していく感じですね、うん、なんか片桐さんそのものって感じですよね。そうなってたね、ね、はあ、どん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 片桐さんになってきましたよね。そう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 僕もなんか明石に近づいていってるのかなぐらいの感じで、でもあんまり片桐に過ぎちゃうと違うんだよなと思いながらやってますけどね。はあ、どうですか私、はあ、結構このお笑いの仕事ではやっぱりこうハキハキね喋った方がとか、うん、ちょっとでもこう、ね、うん、元気よく喋った方がっていう意識あるんですけど、やっぱりこう普段家に帰ってぼーっとしてる時とか友達と話してる時とかって意外とそんな騒がないので、うん、そういうなんかあの静かな部分とか意外と似てるなって思って、プライベートの自分とプライベートの自分と意外と似てるなとか、確かに芸人っぽくはないよね、ま、あの中塚さん、中塚さんは、はい、中塚さんは芸なんかいわゆるババゾノのアジアンのババゾノっていう感じではもうないもんね。そうなんですよね、うん、なんか本当にあの市役所にいそうな、あのそうそう、そうしようとしてたわけではないではないんですよ、ではないんですけど、なんかこう多分だから自分がそのまま普段のそれこそ何にも作ってない普段の自分がこ こう出て中塚になっていってそーっと出ていってたのかもしれない。すごいと思いましたよ。そうなんですよ、だからそういうところも似てるかもしれない。私も普段あのプロレスのスケジュール全部把握してるんでいつ何時何の大会があって、今誰がチャンピオンでどうなってみたいな、あのいつ試合、今日も今試合やってますけど、やってるでしょそれ全部把握してるんで、そういうところもミレイさんとあの似てるなと思います。それは中塚なんですけどね、それありきで呼ばれてますから。あ、そう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 、そうなんですよ。エイカラナナちゃんがねプロレス全然興味ないね、プロレス好きで、その全然知らないながらもプロレス好きっていうのがまた良かったんですけど、うん、本当のプロレス好きですから、そうそうそう、木村監督と喋ると何言ってるか分かんないですからね。そうなんですよ。あと机の周りの写真とかもね、プライベート写真ですから。そうなんです、だから本当にプロレスが好きという理由で呼んでもらって、うん、木村監督があの本当のプロレスファンを入れたいなって思ってくださってでたまたま両国国技館でばったり会ったんですよ、うん、プロレスのシーン観戦してたら、うん、でプロレスファンとして、あの、あ、今度ぜひ映画出てくださいみたいな、うん、プロレスファンとして出てますから。そんな人いないですよねプロレスファンのシーンなんかごくごく少ないですよ本当にスーパー銭湯ですよ。そうなんです。でも木村監督はやっぱりもちろんご自身プロレス好きなんで、うん、プロレスにたくさんこう愛情を注いでくれて、だから、ね、プロレスファンの場面とか、うん、あとレスラーが本当に、ね、レスラーがね、いとこんちに来る時とかの来たりとかするんですよ。完全に長瀬さんケアしてますから ね、 そのねレスラーをねあ、こちらですみたいな、何なんだろうね、鑑賞ダビになってますからね、レスラーとこの現場の。嬉しかったです本当に。ずっと作ってますし、毎回新しいのを作らなきゃいけない感じになってきたんで、今回も映画用にまず iPhone、 最新の iPhone を自腹で買わなきゃいけないというところから始まるんですけど、うん、でそこにこうどうするみたいな話で衣装合わせの時に、まあ、タイフォンとかサイフォンとか昔あったんですけど、それダジャレで言うとモアイフォンかなって言って、モアイってもういろんなグッズがあるから、うんうん、ちょっと普通かなって言ったんですけど、音が互換がいいってことで監督がすごい痛く気に入ってくれたんで、モアイフォンにしましょうって作っていったんですけど、特に活躍しなかったんですよそんなことないですよ。もっと使え、なんかね写真撮るとことがあるのに、うん、忘れちゃうんですよ僕もこれ普通に下げてるから、うん、なんかカバンみたいな感覚でなっちゃうね。そう、失敗した昔は台本にカレー本をこうやってやると書いてあったんですけど、あとなんかこう逆さててる坊主を出すとか、うんうんうん、書いてあると作ったんですけど、もう今回はもうただもう普通日常みんな興味ないし、うん、石島さんとかね新しく入った方にすごい興味を持ってもらえるんですけど、もうレギュラーメンバーからはそんなに映したいのかって言われて、ね、そんなことないですよ。みんな興味があってね、机の周りに毎回集まってましたもん、うん、でどうやったら壊れるかっていうのを、ね、みんなでこうどうやったら壊れるかって言っちゃダメなんですよね触ってました、うん、これ中塚さんのいいとこですか、ババゾノのいいとこ、はい、私のプライベートのいいとこですか、あの知らんがな、はい
馬場殿のいいところは何といってもこうみんなを受け入れてくれる懐の深さだと思うんですよね。初対面の人とかどういう人に対しても態度は変わらないので、そういう人に僕もなりたいと思いますね。あ、過ぎた。収めてよ。8秒いくつまで見えてたんですけどね。はい、片桐仁さんはね、もう本当にいいとこがたくさんあってね、もう何から言ったらいいか分からないんだけどね。いよいよ時間ないよ、時間ないよ。いいとこいっぱいあるから何から言おうかな。7、8。あ、でもね、本当にね、すごい全てがいいところですね。終わっちゃったよ、もう。こういうとこ芸人が出ますね、さすがなんですよ。手の先端を何ぶつけないようにするですね。意外とね、行くんですよ。スーってやると前行っちゃって机にガーンとかでぶつかって痛いんで、あとこうほこりをどけとくとかね。あ、前持って、はあ、あともう本当に映るようにどこまでですかっていう、割とあとこうこれをバーンってぶつけないようにするとか、これがねこう寝転ぶんで、これが後ろに来ると面白いってことが分かってるんで、ちょっとこうやるとかね。すごいこだわりがあるんや。かわいいですね。かわいいんですかね。目ありと目なしがある。今回目ありでいきましたね、映画はね。聞いてないのにありがとうございます。ありがとうございます。言わないと分かんないと思うんで、聞いてない、興味がないことも分かって言ってますからね。ありがとうございます。大丈夫ですよ。ハリウッドの女優さんのアンジェリーナ・ジョリーさんに似てる。似てないんだよ。似てないんだよ。まあ、暑さもありますけどね。そうなんです、そうなんです、ババゾの暑さですから。下の名前が暑さって言うんですけど、なんか暑さちゃんっていう柄でもないし、で例えばあのババゾのも言いにくいし、うん、ババトール君も、落合役のババ君もいるから、そうそれでなんかあの誰を呼ぶときにもこの一緒にこう振り向かないでいいようにっていうのであだ名をつけていただいて、で暑さでアンジーがいいんじゃない、アンジーがアンジェリーナ・ジョリーに似てるし、そう似てないわ。そうそれでちょっとつけていただきました。あれ座長が言ってくれたの松本さんでしたっけ、香川さんだっけ、どっちかどっちが先だろう、マギーさんかもしれないし、あもうねあのシーズン2の最初の刑事事件ルームの直後に寝てたんですよね。違うんですよ、あのやっぱりね、そんなすごい人たちのところにね、あのプロレスが好きというだけで入れてもらったらね、やっぱむちゃくちゃ緊張するわけですよ。素晴らしい役者の人たちに迷惑かけられない、自分の一個の間違いでまたやり直しさせるわけにはいかないっていう、だから集中力がすごいわけなんですよ。午前中ね自分のセリフを言うのに、で結構難しいなんか説明を、ね、刑事の説明、事件のね説明とかもあって、だから間違えちゃいけないっていうギュッとした集中力で、でやっと言えたと思ってふっと安心したらね、うん、あの気絶してしまうんです。寝てんだよそれ。あれ気絶。気絶したわけないわ。あれもう本当に集中力の裏返しです、あれは。寝かしとけっていう感じ。優しいんですよ、そう、みんなが優しいんですよ。シエスタだっつって。ね、本当だと怒られますけどね、みんなが。スペインだったらね、午後食後の後昼寝休憩があるから、それなんじゃないかって。ないわ、そんなの現場に。本当にだから優しい、皆さん優しいです。やっぱりすごいストイックで、常に全員のセリフ、とか状況とかもすべてを把握していて、役者のだけでスタッフの状況も把握してますからね。そうです、撮影部の状況とか録音部の状況とかも分かってて、あとみんなの名前も全部すべてを把握してて、でその中でこうどういうふうに動いて、どういうふうにこう作っていったらいいのかみたいなのを全面的に出てきてこう指示していくわけじゃなく、なんか常にその現場にいて一緒に作っていこうっていう空気感を作ってくださって、だから自分 の撮影のシーンがないところでもモニターで見て状況をずっと把握してくれてて、あさっきのすごい良かったねって言ってくれたりとかね、なんか常にさっきの良かったねって言われたことはないけどね。ありますありますよ、リハーサルが一番良かったねって毎回言われる。そうリハーサルが一番いいんですよねつって、リハーサルが良かったねってね、それよく言われましたね。でそうやって褒めてくれたりとかして、あの自分のセリフを言ったら OK じゃなくて、もう作品をどうしようかっていう、そうね、いい作品にするために、ね、そうです、まあ、もう完成品をイメージずっとしてるんですよね、だから責任感というかね、やっぱり全てをこう把握してるところがすごいなと思いました。あ例えばあのルービックキューブみたいなのがあって、フルーツの形のバナナのルービックキューブみたいなのがあって、あれ誰もできなかったんですよ。で松本さんだけが唯一クリアしたんです。そうあれすごかったですよね。ババゾンなんか途中で眠くなっちゃったんだやってて脳みそ止まっちゃってる、もう完全にね、気持ちいいんですけど、なんかどうすれば何をしたかったかも分からなくなってくるんですけど、
やってたよね。やってました。ずっとやってましたね、うん、でもあれできる人ってやっぱりちょっとあの数学が得意とか、なんかその記憶力が人よりすごいとか、空間把握能力、空間把握能力とかが高くないとできないらしいんですよ。だから一個一個動かす時の記憶とかそういう力が多分すごい長けてらっしゃると思うんですけど、そういうところがやっぱりあれなんですかね、かもしれないね、視野の広さというか ねすごい把握してらっしゃる。あとはなんかベビーファーストでね、狭い部屋にみんなで移動するときにわっとごった返すんですけど、絶対このあどうぞって先に女性を通してくれたりとかね。あとこの物を渡すときに、例えばジンさんのもう一人向こうの人に物を渡すときに絶対その人の前通さず後ろをこうしたりとかね。すげえ。やっぱりこの配慮ですよ、人としての配慮が、うん、あの細かいところすごい見てらっしゃるなって思う。そうか、うん、人としてやっぱり素晴らしい人でしたね、うん、映画の見どころは、うん、やっぱ事件がですね複雑なんですよ、うん、これをどういうふうに持っていくんだっていうのが最後までわからないっていうところだと思いますね。だから一回見ただけだと面白いところに気になっちゃうんですけど、多分一回見てもう一回見ていろいろな発見がある面白さがあるなと僕は思いますね、はい、本当にあのスリリングであのシリアスなシーンがたくさんあって、であと本当にもうグッとくるような感動のシーンがあったり、あの全力でふざけ合ってわちゃわちゃして楽しんでるところがあったりとかして、だからもういろんな感情が動かされるような、そんな濃厚な作品になってるんじゃないかなと思います。 99.9 刑事専門弁護士 THE MOVIE、 ぜひ劇場でご覧ください。